あれ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 何してんの何してんの何してんのお兄さんそんなことしてる場合じゃないよたぶん S 階守ってないんだよね。なんか知らないけど、ベッド側にクソ広がってるから、いないね。S 階いないね。OK、来た来た。ナイス。あー、来ました。あー、来ました。立て、なんか補強してる補強してる。気づいてた、多分気づいてた、多分気づいてた。立て上がってる立て上がってるあー、みたいな。あワイスだまたまたかわいそうに。あいつさっきから何もさせてもらえてない。じゃあ、とりあえずこっからドローン触って。ちょっと一旦体勢整えるか。ちょっとよ。これで、オッケー。トロ触って、大丈夫だね。オッケー、オッケー。安全確認完璧。じゃあここでちょっと悠々自適と、どうやって攻めるかな。あれ？とりあえず逆さ行くか。ここら辺にプレイ。うおーおーおーなんか勝った。なんで？ここで大事なのが、一旦ここで止まる。ここでちょっとゆっくりする。ん？ここ突っ込んで。いけないから。で、これで、いけるか。ちょっと待って、音聞いて。多分バレてないな、これ。いけるね。よしよし。あ、バレた、あ、やばい、バレた。稼いか。オーケー強い。まだいる、でも。オーケーナイス、もう一人。おーマエストロッツーけど、もうガチンやしまい。これは勝ったやろ。これはだいぶ勝った。3キルして、現地ボコボコにしたら、もう、これ勝ちでしょ。ナイス、ナイスオーケーズイーズイー。いや、ナイスピーク。もうガス目の状態できた。武器チェにしてる。タイミング悪い、あいつ。今年始まって多分今一番タイミング悪かったろ。てさすがに僕の中突っ込んでくると思わねえだろうな。お、焼いてんじゃん。焼いて？これグレネードか？いや、違う、狩りか。狩りって？左エースってことはここだな。はい。はい、ドン。はい、来た！うおー、二人持ってったんだけど。エースとマーベリックしんのは？エース投げると必ず左に流れるんでね。こっちに投げると死ぬっていう。おお待って、終わったかもしんない。大丈夫。オーケータイミング、まあね、角に追い詰められてるけど、ピークのタイミングマジ大事だから。相手がピークしてくる瞬間にピークすれば、角に追い詰められても勝てるっていうね、この理論覚えててください。ノマド置いてあるから、ちょっときついね。じゃ、とりあえず一回待って、ニマド外で行くか。いるかな？いや、いないな。おお、仲間やれてく。アマルト狩りでしょ。おい、ナイス。ナイスさん。あー、廊下だね、多分。来ないか。あ、ドローン。壊して、外来るかなー。いや、来ないか、さすがに。うん、来ないね。オッケー。しゃがんだ。オッケー！しゃがみの音聞こえてます。対戦ありがとうございます。天才の技見せます。見てて。これ割ります。で、ここ見えるから、これで相手連通を警戒してます。多分今置いてます。割ります。いました！リスキル！はい、天才！これなんですよ。で、これでさらに飛び出すことによって、最強！おっしゃ、ブリッツ一緒に行くぞ。どこだ？はい。おお、危ない！おお、なんか勝った。なんで勝った？わからんけど、ブラックス。オッケー？フィンカーでなかったことにしていき、さあ行くぞ、相棒、相棒、相棒行くぞ、相棒、相棒こっちだ、相棒、オッケー行くぞ、相棒、そうそう巻いて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 、相棒、相棒走って走って、相棒走って、お前ならできる、いや相棒それは壊した俺がもう、相棒行くぞ、いる相棒いるな、よし相棒行くぞ、待てろ、そこまず壊してもらって、相棒俺が右割るから、そうそうそれで相棒がそこをプレッシャーかけることによって俺がこの左のやつを左の右のやつ倒す、で相棒行くぞ、相棒行くぞ。相棒めちゃくちゃ食らってる、相棒待て、相棒が死ぬ、ちょっと待て、まずは相棒待て、俺がお前のこと助けてたから、さては相棒、相棒ついてこい、なんで相棒生きてないんや、お前相棒、相棒そんなとこにスモックはいらねえ、よいしょ、相棒、相棒何してた、相棒、相棒お前あんまり立てんだろ、相棒縦構えろ、相棒縦構えろ、ちょっと相棒あいつなんで縦構えずに走ってたんだ、スモックは意味わかんねえし、お前いつまで警戒してんだよ、入ってこい、俺入ってんだろポイント、サンダーバード強すぎんだよな俺、サンダーバード強すぎるもん、これちょクレームを置きます、これクレームを置いてこれで積みました相手、はい対戦のやつ、おおぶおーナイス相棒、ナイス相棒、お前ならやってくれるって信じた、俺の相棒お前だけだぜ、
お、ラペリングしてんね。やれるんじゃね。あ、無理か。なんだこれ、グレヌモ、グレモチ、なんだ、なんだこいつ、いない、あれどこだ。あ、気持ちかー、すまえんな。あ、やばい。あ、来てるね。なんだ、誰だ。あ、嫌だか。あ、いや、本物、あ、やばい、待って、あ、オーケー、やばい、本物だった。どうしまっかね。お、お、ナイスシール、ナイスシール、神、待って、やばい、これ、かよ、ん、何した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 、どうした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 、やばっ、あいつ強すぎ、強きすぎ。イントロゲーションの効果知らない、あの意外級。イントロゲーションされてるのにポイントの突き上げしてたよ。しかも人じゃなくてガジェットっていうね。カラオケ。なんかカラオケのデザイン変わったな。なんか昔なんか、ああ、虹はどうのこうのみたいなカラオケだったけど。ちょろちょろデザイン変わるよね。あ、ラストするか。どうしようかな、ワンパーナーするか。いや、こうワンオンツーとかツー、あの、なんていうの、残り相手人数1の時のね、ワンパンアナの強さ異常なのよね。ドローンがまず全然回ってこないから気づきにくいっていうのと、あ、やっぱりね、あの無駄打ちしたくないんだよね、やっぱりワンオンツーとかの時って。相手決め打ちが怖いからすげえ。その心理を利用して、この無駄打ちをさせない、このワンパーナね。ワンパーナ、無駄打ち、決め打ちが少ないからこそワンパーナ。特に決め打ちしにくくなったからな、環境的に。こっちかな。見てて。ほら、来た。こうなんですよ。もう、あの、向こう側のワンパーナさえね、決め打ちしてこなかったからな。いや、マジでワンパーナ、ほんと強いな、最近。これ、いないのでは？パルスだけじゃん。あ、いけんじゃん、俺。だって。それバックしてやらせていただきます。多分パルスだけだったらバックのスケルトンキーとかバックのこの銃勝てないし、勝てるっしょ。いきます。おー、危ない、おー、違う、パルスだけじゃないけどスケルトンキーがあるんですよ。強すぎ。いや、この地下のスケルトンキーマジで強い。あれよ、いるか、いないね、多分もういない。あ、いるな、へこみっぽい。いや、どうだ、な、多分へこみいるな、おそらく。こっちか、こっちかもあるか。いけ、俺がカバーしてるから、いいぞ。その凹み多分いいぞ。いいか。いけ、いけ、いけ。あ、いない？あ、抜くるよ、か。うん、おぉ、ナイスの、危ない。ラストン。あれ、家がマジどこ行った？あれ？ 1 階行ったよ、多分。じゃあ2階かってことは。ちょっと待てよ。2階ですか？あれ？ああ、じゃあ1階だ。あー、トイレが、あ、なるほどね。噛み合ったのか、トイレ。スケルトン行っていただきます。強すぎえ。バックしか勝たん。地下、バックマジで強い。地下のショットガンに唯一抗える男。